最初の自由選挙となった1573年のヘンリック・バレズイの国王選出ヤンマ・テイコがワルシャー郊外のボーラでの選挙会場の設営プランボーラにおけるアウグスト2世の国王選出ジャンピエール・ノルブランド・ラグルデーヌが国王自由選挙はポーランド・リトアニア共和国において実施されていた国王を決闘上の権利ではなく個人的資格によって選ぶための選挙制度 1572年から1791年まで行われていたが、5月3日憲法の成立とともに廃止された。国王選挙の実施は、1386年にリトアニア大公ヨガイラを、ポーランド第二の王朝ヤギエを朝の始祖として、ポーランド王に選出したのが、実際の始まりである。この選挙制原理は2世紀近くにわたって続いた。 ヤギエウ王朝の統治期にも影響し続けたが、新しい統治者を承認する程度の意味合いしか持たなかった。1572年、ジグムント2世アウグストが子供を残さずに死んだため、ヤギエウは朝は断絶した。空域が始まると、連合共和国の存続を不安に感じていた政治階級は、新王を未定としたまま以下の取り決めに合意した。まず、主権を国境である。 カトリック教会の取材大司教に引き渡し、インテレクスとすること。貴族の組織するコンフェデラツアが各地域の統治の任務を引き受けること。そして、1573年に成立したワルシャワ連盟協約により、国内の多宗教の共存を認めて平和を保つことである。しかし最も重要な決定は、時期国王を選挙で選び、最終的に召集議会によって承認するという、 ものだった。選挙の導入は、ヤンザモイスキーを中心とするポーランド南部の貴族たちの主導で決定され、選挙権は投票を望むすべての男性シュラフタに与えられることが決まった。貴族たちは各県で投票を行い、地元選出の大議員が各候補の得票数をセナトに伝えた。元老院議長が国王の選出を布告し、シュザ大司教が 新王に祝福を与えた。国王選挙はワルシャワ郊外のビエルカ・ボーラで開かれた。最も不穏な選挙は1575年と1587年の選挙で支持者の違う貴族たちの間で喧嘩が起きた。選出過程が終わると選挙王はパクタ・コンベンタと呼ばれる自身が国事行為に関して自らが従う詳細な契約を 選挙人である貴族たちとの間に結ぶことを義務付けられていた。この契約内容には、最初の選挙王であるアンリ・ドバロアの名前にちなむ、ヘンリク条項と呼ばれる事項が必ず含まれていた。ヤギエウを朝最後の国王であったジグムント・アウグストは1529年に、ビベンテレゲ国王の存命中に、次期後継者を決定する制度によって国王に選出されていた。 1660年頃、ヤン二世位カジミエシュバザノーヒルドビーカ・マリア・ゴンザーガーも、この制度を利用しようと試みた。この手続きの狙いは、国王の政治権力の継続性を高める王権強化政策の一環でもあった。1697年以後、国王選挙は、外国軍の軍事的圧力の下で実施されたため、 自由選挙としての性格を失った。最も多くの貴族たちが参加したのは1573年の最初の選挙で、この時には4万人から5万人が投票したと言われる。2番目に投票者数が多かったのはその次の1575年の選挙であるが、1万2000人が参加しただけであった。自由選挙は国王の権威を弱め、候補者の支持をめぐって、 各選挙区の中で争いを起こさせ、外国の王家がポーランド国内に干渉しやすくさせた。自由選挙の廃止は、4年議会が5月3日憲法において断行した重要な改革の一つだった。国王自由選挙は廃止されるまでに13回実施され、以下の国王を選出している。ありがとうございます。